やばいものをね、本当にマジでやばいものをゲットしてしまいました。ザント降臨、まずはね、この、ご尊顔フェイスを見てほしい。めっちゃイケメンかっけ、筋肉。この筋肉のライン。ありがとうございます。でもね、これね、本当さ、悟空とベジータがいれば、このね、悟空とベジータがいればね、こんな感じでめっちゃかっけ。組み合わせて飾ることができるんだけど、こいつら多分ね、明日か明後日ぐらいに一緒に注文したんだけど、先にゴジータが届いてしまって、この合体は次回になるんだけれども、ゴジータをね、今回開けて、うわ、楽しみだ、見ていこうと思います。この画像の時点でやばくね？これめっちゃ、いや、この合体しますよと、組み合わせることができますよというね、画像だけでめちゃめちゃ興奮するんだけど、すげえかっけえ、ゴジータをね、開けて見ていきましょうかな。ザン鉄バサミも喜んでいる。ザン！ゴジータの箱のテープを切る喜び。マジでか。これね、すっげえ欲しかったんだよね。ハカリス・シュゴー。ペラリス1、ペラリス2からのスポリー。コロリー。マジでか。うわ、重てえ。めっちゃ重てえ。コロナ禍にこのゴジータ様が眠っているこの感動と興奮、喜び。いました！ゴジータ！うわ、マジか、めっちゃでけえじゃん。うーわ、これはさ、この筋肉。この筋肉ですよ。超キリです。超キリです。封印、解きます。まずは下半身。この道着のシワッサ。シワッサ。下半身だけで、あそこまで迫力出せますか？いや、出せませんと。ゴジータだから出るんですと。そしてこの指、さ。やべえ。もう、うーわー、マジでか、もう何も言えねえわ、これ、どうしよう、何も言えねえ。めちゃめちゃかっけえ、ゴジータ。え、これどこに飾ろう、マジで。ジム持ってこっかな。ジムに飾ろうかな。いや、でもみんな触るからな。下半身を、セッティング C の、突撃の。いきます。突撃の。ガチョー。うわ、ちょっと待って。重て。めっちゃ重たい。いきます、ゴジータ。ザオーだおれおい。なにこれ、え、待って、おかしいでしょ、このかっこよさ。すげえ迫力だよな、このゴジータ。マジ、どのアングルから見てもね、すっげえイケメン。キャーイケメン。ゴジータ。やばい、もう下からのアングルが一番かっこいいかな、やっぱこの迫力があってさ。やべえな。早く合体したいね。これは合体と、合体したらさ、これかなりの迫力になると思うな。だってゴジータだけでさ、このレベルでしょ。ここの下に、あと、悟空とベジータがつくわけであって。うわ。正直、かっこいいのはさ、分かってたんだけど、ゴジータだからさ、絶対かっけえじゃん。だから分かってたんだけどさ、想像以上で、精神やられそうになったね。めっちゃかっけえわ。このゴジータ様の迫力。後ろ姿もイケメン。いや、髪すごいね。前に開封した天武シリーズのブロリーと並べてみると、こんな感じになりますと。やっぱね、筋肉に関してはブロリーですわ。もう筋肉に関してはね、もう盛り上がりのレベルが違う。ザ、見て。このブロリー様の、ブロリーの兄貴のこの筋肉。ヒョロリー形態でもこれだからね。まあ、ヒョロリー形態でこれだもん。あれになるわな。あれがあれになるわな。もうなんかわけわかんなくなるわな、筋肉だ。すげえな。ブロリー筋肉に関してはね、ほら、もう。違いが一目瞭然。ブロリーの方がね、すげえ。天武シリーズすげえね、やっぱな。ブロリーの筋肉が際立っている。そして最後に、ザン、ありまするから。この穴に天使の輪っかを、素晴らしいぜ。この迫力ですよ。ゴジータ、天使の輪っかつけるとさらに迫力が増すね。やっぱ必要だわ。ゴジータには天使の輪っかが必要だということが改めて分かりました。ザン、天使の輪っかをつけたゴジータ。めっちゃかっけえなー。完璧じゃん、このゴジータ。しかし、こうなってくるとさ、邪念馬欲しくなるよね、これ。同じシリーズで邪念馬欲しくない、これ。並べたいよね、邪念馬。うわー、邪念馬も出たらめっちゃかっこいいだろうな。出んのかな？ちょっと調べてみよう。出るんだったら絶対ゲットしなきゃね。邪念馬と並べたら迫力やべえぞ。ソード持ってる邪念馬がいいね。で、ちょっと体のさ、一部がブロック状になって、移動するときのさ、分解するときの仕掛けてる邪念馬みたいな。絶対かっこいいよね。それではまた次回、次の合体動画でお会いしましょう。最後はこのダブルイケメンマッチョバイバイである。ザン！ブロリーとね、ゴジータ。もう完璧でしょ、これ。この迫力。わ、天武シリーズのね、ブロリーの大胸筋を比べてみるとさ、全然違うね、筋肉の。うわ、
筋肉に関しては本当にもう何回も言っちゃうけど、ブロリーだな。天武シリーズのブロリーに軍配が上がりました。ザン、すげえ。めっちゃ迫力。やっぱ筋肉重要だからね。うん、フィギュア。もうフィギュアの筋肉は重要。